プーチン大統領が敵視、 NATO って何？ NATO は北大西洋条約機構、欧州や北米の30カ国が加盟する軍事同盟です。 NATO が生まれたのは1949年、アメリカ、フランス、イギリスなど12カ国が結成。ロシアやウクライナなどで構成した旧ソ連など通称東側の社会主義陣営に対抗する西側の軍事同盟でした。1991年の旧ソ連崩壊後も存続。かつて旧ソ連に侵攻された経験のあるポーランドなども次々と加盟。現在は30カ国まで拡大しています。そして一気に東へ勢力を広げる NATO にプーチン大統領は東に拡大してこない約束を NATO が破ったと反発。今回のウクライナ侵攻も NATO への自衛措置と主張します。 NATO が拡大を続けることには欧米でも議論がありますが、 NATO 側に侵攻の理由を全て押し付けるプーチン大統領の主張は無理があります。外に敵を作ることで国内の世論をまとめたいとの思惑も。